日本北海道苫小牧市有仏有仏は北海道苫小牧市の地、有仏は苫小牧市の南東に位置する。有仏平野にあたり、北で沼の端北東で柏原、東で弁天、西の苫小牧港南側で、政子町、苫小牧港北側で、晴海町、北西の道路上の一点で、柳町、北西でこの田明けの元町、拓遊西町と隣接する。 太平洋に面する、苫小牧港や工業地帯に近接するため、労働者のための下宿、旅館などが30近くある、サーフィンスポットとしても有名。ただし沖合のある地点から急に深くなるため注意を、要し、また漂着物が多い、町の東側を遊仏川が流れている。入植の歴史もあり、かつては栄えていたが、市の行政機関の移転や掘り込み港湾の、 トマコマ港の存在により、市内中心部への接続が難しくなり、現在は小規模な市街地に留まっている。一方で、トヨタ自動車、日本製紙、愛信北海道などの工場が連なる、経済的には重要な区域である。2017年3月末現在の、有仏内全域での人口数は男1081人、女1065人、計2146人であり、 世帯数は1079世帯である。幽靴は、苫小牧市の南東に位置する歴史深い土地である。アイヌの時代から幽靴川は、石狩方面への交通手段として使われていた。幽靴川からは600年前のものとされる、丸木船が発掘され、苫小牧市博物館に展示されている。また、アイヌの集落跡からは、和人との交流を示す通貨や漆器なども、 発掘されている。比較的早い時期に和人の入植が始まった。この地に過酷な環境の中入植をした八王子千人同心の墓地があり、有物資料館も隣接する。江戸時代後期の1800年には北方警備の強化を目指した江戸幕府の依頼により、原棚奴と八王子千人同心指定が約50人が移住して開拓に当たった。 1873年、ジェームス・ワッソンらアメリカ人技師が幽仏と向川に測量の起点となる石柱を設置。両起点を結ぶ幽仏基線を引き、北海道の測量が始まる地となった。幽仏の起点の石柱は長らく忘れ去られていたが、後年発掘され1962年に北海道指定の史跡、2016年には土木学会戦勝土木遺産に指定された。 明治時代初期にも有閥軍開拓誌出張所も設置され、集落の規模こそ大きくはないが、地域の要所となった。しかし1873年に開通した札幌本堂が有閥の西方に位置するトマサイを経営することとなり、開拓誌出張所がトマサイへ移転。交通の要所としての役割も低下し、徐々に衰退した。 有仏駅道南バスが地区と苫小牧駅とを結ぶ路線を運行。有仏資料館。ありがとうございます。